いやー、去年すごい流行りましたよね。何がや？ PPAP ですよ、PPAP。まあ去年っていうかまだ人気やで。ああ、そうなんですか。ああ、まあ確かに、でもテレビ出ますもんね。せやろ？なんでしたっけ？何太郎でしたっけ？ああ、寿司太郎。チロシーホー寿司太郎。ほーほーほー、こら、クコ太郎ですよ。ああ、分かっとる。分かってんでしょ、あんた。いや、お前も分かっとるやんけ。ティクシ！いや、映画見たよ、映画。なんすか？映画。映画ですか？うん。何見たんですか？あ、プライベートライアンっていうやつや。あー、すごかったね。あー、お前知らんやろ。いや、知ってますよ。今の反応。知ってるっていうか、子供の頃ずっとそれでしたもん。え？いや、本当に。どういうこと？なんかさ、結構ちっちゃい家で、兄とさ、部屋一緒だったんですよ。ね。で、部屋一緒だもんで、で、おかんとかおとんもガンガン部屋出入りしてくるから、こっちとらさ、なんだろう、その辺の公園のゴミ箱から拾ってきたそのエロ漫画とか見て、これとかなっても、おいガチャとかって開けられるから、すぐに、ちょ、何してんだよみたいな。何の話だ、ね、なって、ほんとね、プライベートないやん、プライバシーな、それ。ディクシ。刑事チャンネルっていうのはですね、基本的にやっぱりその、子供に優しいチャンネルでありたいなと。思ってるんですよ。直前までの話とは全然ちゃうやつやな。今 YouTuber ってなんか過激なことばっかりして、まあ親御さんの皆さんも子供になんかこう安心して見せられないみたいなのが、そういう話もちらほらあったりする中で、やっぱり刑事チャンネルはまあ どの年代で見ても大丈夫なやつ、いやお前さっきまで持っていきたいなっていう、そういう強い思いがね、下ネタあるんですよ。で、妹子さん、この前貸したあの北野のぞみちゃんのさ、AV あれちょっと返してもらっていいですか、ね、おいこら、俺あれまだね抜き切ってないっていうかさ、抜くとか言うな。ねえ、もういいでしょ、もう1週間ぐらい貸してるわけだから。いや、もうちょっと貸してくれ。大丈夫だよね、もうね、もうちょっと。本当に、いや本当にって、お前さっきまで言ってること全然ちゃうぞ。寿司太郎、ごまかすな、ごまかすな、寿司太郎で、あいたたたたたた。お前なんかそういえば最近地だったっていう話。ああ、そういえば言ってました、なんか、はい、どうなって、ちょっと肛門がね、おかしかったんですよ、なんか、はあ、爆弾抱えてるみたいになってて、地やな、この爆弾いつ爆発してもおかしくないぞと思ってたんですけど、はあ、いやでもなんかね、最近大丈夫です、治ってきたって思うんですよ。はあ、本当？マジで。お前嘘やろ。え？見せてみて、ちょっと、いやちょっと見せてみて、ほら。いやいいですけど、ちょっとカメラの前では。絶対地やだよ。はい、いや、ちょ、来てください。ああじゃあ、はい、はい、ほら、ほら、大丈夫でしょ。え、あ、これ何、痛い、指入れると指、これ指、ほら、痛い、おー、すごい、ほら、痛い、ほら、大丈夫って、なんか言ったじゃない。大丈夫やったな。ああ、もうおかまみたいになっちゃってるやん。ダナスカスカスカ、完全にオカマやで。